ミスター・メビウス・メビウス・メビウスは、マーベルコミックから出版される、アメリカンコミックスに登場する架空のキャラクター。様々な時点の様々なバージョンのメビウスが、ミスター・テッセラクト、ミスター・オロブーリウス、ミスター・パラドックスなどで、時間管理組織、時間変異取り締まり局の官僚的なリーダーや、中間管理職を構成している。メビウスは、マーベル・シネマティック・ユニバースのディズニープラスシリーズ。 ロキで、オーエン・ウィルソンによって演じられている。メビウス・エム・メビウスは、ファンタスティック・フォー・353で、初登場した。時間変異取り締まり局のクローン化されたマネージャーらは、マーク・グルーンウォールドに似ている。最も頻繁に登場するのは、グルーンウォールドのクローンであるメビウス・エム・メビウスである。メビウス・エム・メビウスは、タイムキーパーらによって作られた時間変動期間の、完了であり、 中間管理職でもある。TEVA の方に違反した、ファンタスティック4を懲らしめようとした。中間管理職として登場するミスター・テッセラクトは、メビウスの旧バージョンで、メビウスの部下として、アース616の失われたデータの再構築を任されていた。ジャスティス・マイト、ジャスティス・トゥルース、ジャスティス・リバティの3人は、ナルタイムゾーン内で暴れていた。 ファンタスティック4をメビウスに協力して奪還した3人の警官である。オーウェン・ウィルソンはマーベル・シネマティック・ユニバースでメビウスを演じる。オーウェン・ウィルソンはディズニープラスマーベル・シネマティック・ユニバースシリーズのロキでメビウス・エム・メビウスを演じる。メビウスはコミックと同様に TVA の一員である。シリーズの主役であるトム・ヒドルストンはウィルソンに MCU の場面を説明したり見せたりして、役作りを手伝ったが、ウィルソンはメビウスがロキにインタビューする際に、それが役に立ったと感じた。このシリーズにおけるメビウスの外見は、マーベルコミックスの編集者であり、マーベルのトップコンティニューティエキスパートであったマーク・グルーンウォールドに似せてある。さらに、TVA の各メンバーは、 コミック中のグルーンウォールドのクローンであることが意図されている。ありがとうございます。